さあ今回ユウトに人生のターニングポイントを3つ選んでいただきたい、はい、こんなことあったから俺はこうなりましたっていう。人生だからプロになってからではないですよ、ね、なってからじゃなくて人生でいい。もうおお。愛媛で育った人間がここまで来ましたっていう中にターニングポイントはあるはず。うん、いやターニングポイントもうめっちゃ今あるなと思って、なんかどこにしようかなっていう感じなんですか。おー、いいねいいねいいね。俺はターニングポイントが、まあ、まずプロに入る時の、まあ、スカウトの方だわな、そういうきっかけとか、あとはボランチにコンバートされたこととか、うん、OK 出ました。お、いいね。第3位はプロ1年目の復帰と対戦した試合です。あ、俺東京ヴェルディで対戦相手だった。やっぱその時が一番こう自分の何人生の中で、まあ、まずプロ1年目で当時のこの復帰 J リーグでは暴れまくってた。いや暴れまくってた、やばい。この復帰を止めるか止めないかで、まあ、僕自身がこの、まあ、自信を今後持っていけるのかやれるのかっていうところが、まあ、自分自身の評価というか一つ、うん、って思って挑んだ試合で、あの時も絶対もう東京ヴェルディにもちろんダービーで勝ちたいっていうのはそうなんだけど、うん、それ以上にもう復帰を止めるんだっていう、復帰を止めるんだっていう、復帰を止めるんだっていう試合に勝とうとかじゃなくて、いやもちろんあるんですけど、もうそれ以上に復帰止め、もうこいつを止めるんだみたいな。本当に、まあ、自分自身も、まあ、復帰と対戦していいパフォーマンスができて、復帰のこともいい感じにこう止めれて、うん、相手も復帰もすごいイライラしててみたいな感じの試合で、でなんでこのターニングポイントかっていうと、当時日本代表監督の岡田さんがスタジアムをこう見に来ていて、でその試合を見て、もう岡田さん多分僕のことを多分知らなかったか、他の選手見に来てたらしいんですよ。僕もこれ聞いたんですけど、うん、あの選手を見に来てたら、なんかあのなんだあのフッキーとすごい戦いをしてるあの小さいやつはみたいななったみたいで、いや止めてたもんな。でもな、俺すげえなと思ったよ。フッキーは止められへんと思ってたから。いやもう僕サッカー人生とか自分の人生かけてました、ね、まああれがあったからこその、まあ、今があるっていうので3位ね。そうですね、あれで代表にも初めて入れたんで。そっか、だから復帰を止めたっていう自信になったプラス日本代表っていうのが見えた試合ってことだよね。そうですね、一気に開けましたね、自分のそのなんか視野というか。第2位は、第2位はですね、大学時代にサイドハーフだった僕をサイドバックにコンバートしてくれた亀田監督のその、時代ですね。じゃあ大学時代その時っていうのは守備っていうのはあんまり意識はなかった？意識なかったですね。だって基本的に僕もずっと小学校の時フォワードやって、中学校、まあ、トップ下やって、で高校でまあサイドハーフやったりとか、まあ、ボランチ最後1年やったりとかしたりしながらだって、で、まあ、大学行ってまあサイドハーフまたはまあやり始めて感じだったんで、もう守備とか全然そこまで意識なかったですね。それな聞いた？なんか上川監督からじゃあサイドバックにした理由とか、なんでサイドバックにしたんだろうね。いやそれ聞いたんですよ、うん、で当時、まあ、聞いたというかすごく覚えてるのが、1対1のトレーニングがあって、まあ、攻撃側の選手も守備側の選手もミックスで、攻撃の選手も守備の1対1やって、うん、守備の選手もまあ攻撃での1対1をやるみたいな、まあ、ずっとこう、まあ、ローテーションしてたんですよ。でその時に、まあ、僕がすごい守備でもう攻撃の選手たちを止めまくってて、おそれを見た監督は当時も本当今でも鮮明にこう覚えてるんですけど、まあ、みんなの前で長友の1対1ちょっと見ろと、長友の守備の1対1をみんな見ろっていう風に言って、僕みんなの前で1対1させられたんですよ、守備で。だから一番良かったってことだよな、要はな。そうなんですよ。そっからですね、監督がお前サイドバックやってみよういう感じに言われて、上川監督的にはもう見えてたらしいんですよ、サイドバックの僕のもうで活躍するもう姿。あ、じゃあその時の自分の気持ちはどうだったの？嫌でした。嫌でした。嫌だった。だって守備なんかほとんどやったことないし、意識もしたことないんで、そこまで。もうボランチに行けって言われた時そんな感じだったと思う。はい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 、そうですよね。確か俺、うん、なんかいやちょっと難しいですみたいな感じで言ったと思うんですよ。でもそれでも監督がまあまあ、まあ、サイドバック。そうだよね。だ今の長友優斗サイドバックっていう定着したもう
根本っていうかさ。そうそうなんだ。だからあそこで僕サイドバックやってなかったら多分プロにもなれてなかったと思うし、そもそも多分大学でも多分試合出れてなかったと思うんですよね。あ、ずっと太鼓叩いてたかもしんねえな。いやいや、その可能性はやっぱり多いね。本当に。けどそれがもう第2位に来るなっていう。いや、じゃあ第1位なんだろう。俺はそれかなと思ってたんだけどな。ああ、そうですか。もうサイドバックに行った時かな。まあ、フッキー止めたのはもちろん入ってくるなと思ってたし。俺もフッキーの止めた時の印象がすごかったから。これ、ターニングポイントは愛媛時代に遡ります。じゃあ第1位は中学生時代です。中学生時代の井上先生っていう恩師がいるんですけど、まあ、グレてた僕をサッカーに引き戻してくれた。もうここ全てですね。そっかそっか、もうサッカーをやるかやらないかのところか。やる気なかったんで僕はもうサッカーを。でも最初はサッカーやってたわけじゃん。小学校まではやってて、で中学入ってサッカー部に入ったんですけど、結構サッカー部がもう不良とかでの集まりで荒れてて、もうサッカーどころじゃなかったんですよ。もうこれこんなところでサッカーも続けたくないって思って、そっからもう学校をサボったりとか、部活サボってゲームセンターに行ったりとか。じゃあその時ってもうサッカーが嫌になったの？サッカーは好きだったんですよ。サッカーする環境が嫌だったんですよ。でもさ、それ先生に呼び戻されて、でもその環境なわけじゃん、自分がやりたくない環境だったじゃん。これがまたポイントで、大きなポイントで、おうおうおう、井上先生っていうもう本当金八先生より熱い先生なんですよ。ああ、だって俺井上先生知ってるやん。そうですよね。ああ、知ってるもんだって。もうめっちゃ熱い先生なんですけど、その先生も僕が、中学校に入るタイミングで中学校、あの僕の中学校に入ってきたんですよ。元々新浜にいたんだもん。ああ、そうですよね。そう、俺は違うチームの監督だったの。ああ、なるほどなるほど、うん、そうなんですよ。それで、まあ、サッカー部の顧問になって、で、まずもう僕はもうあの最初の状況を見て離れましたよね。もうその部活動はやりたくないっていう、うん、離れたけど、先生がもうこれを立て直していったんですよね。ああ、チームのその環境っていうのをその暑さで変えていったってこと、うん、そうなんですよ。まあもう本当に不良といいますか、もう悪い人たちが集まっててみたいな、サッカーもしてないみたいな、ようなレベル、すごい感じだったんですけど、それを立て直して、その立て直した、まあ、環境に僕を呼び戻してくれたっていう。でも井上先生が言うと戻してくれたっていう話はさ、まあ、よく話してるじゃん、はい、はいはいはい。先生があのサッカーの環境まで整えたっていうのを話したことある？ああ、それはないですね。おお、やっぱりそういうことなんだね。まあ、呼び戻すとかよくあるけど、もう呼び戻してもちゃんとなん いい環境を作るっていうところまでしてくれたんだ。はいはい、そうです、そうです。いまだに井上先生連絡取ってる？いや、めっちゃ取ってます。昨日もメール来てました。今どこにいるんだ？新浜にいます。中萩かな。中萩中学。俺らもだって先生たちと会うときにやっぱ井上先生の話出るし。そうですね。そうなってくると優斗の話も出るし。はい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 。いやいや、もうめっちゃ熱いんで。そうだよね。だから今よりももっと熱いわけじゃん。今なかなか暑くてもさ、暑すぎてもダメな時代でもある、うん、なかなかね、難しい時代には多分なってると思うけど、うん、愛の鉄拳とかもあったんでしょ？ありました、ありました、もちろん。でも井上先生、もうなんかサッカー界のためにな、こう愛媛のまた力になってくれたらありがたいよね、うん、いや、そうですね。また出てくるんじゃないですか、うん、まあ、プロ選手もそうだし。そうだね、うん、ね、愛媛のためにもなんかさ、こういい選手が出てきて、愛媛出身ですっていうのがね、もっともっと出てきてくれたら俺はいいなと思ってるんだけど、それでね、また優斗とも力を合わせて、そういう田舎から、ね、強い選手っていうのもね、うん、なんかやっていけたらいいよね。ね、夢ありますね。はい、夢ある。どんどん続いてほしいですよね。この愛媛から、あの田舎からどんどんもう日本代表選手とか海外とかね行ってみたいな、バリバリ戦ってる選手。確かに。でもそういうのをね、もう俺もそうだし、ユートもそうで、やっぱそういう夢をみんながね持ってやっていってもらいたいので、まあみんなも多分ターニングポイントっていっぱいあると思うけど、まあそういう人たちに向けてちょっと一言だけ。子供たちですか、その今後育っていく、うん、もう毎日もう夢を叶えることを考えてイメージして努力をもう続けること、この継続がね、うん、なかなかできないと思うんで、やっぱりプロになるか、そしてプロで生き残っていけるかっていうのは、もう本当にこの努力を継続する力だと僕自身は思ってるんで、うん、皆さんもあの夢を抱いて志高く努力を継続してほしいなと思います。
今日は長友選手に来てもらいました。また概要欄に長友選手の YouTube のねこうチェックしてください。ありがとうございました。